上でそんなところに英語の効率は全くないです。この世からトイックが消えたらいい。誰もトイックで教養を図ろうなんて思ってないんじゃないですかね。俺と一緒にトイック受けてみないか。さあ、では始まりました、むちゃチャンネル。さあ、今回はですね、トイック不要論という形ですね、茂木健一郎先生がですね、またもトイックはいらないというふうにツイッターでねつぶやいたということで、それがまたねネットニュースの記事になっておりましたので見ていきたいんですね。はい、7月6日のツイートですね。トイックスコアをツイートしている人たちいっぱいいるけど、とりあえずは高得点おめでとう。茂木さんの目にも入るんですね。これが意外だったなと思って。トイック高得点、まあまあまあ、その発表の日っていうのはバーって出るじゃないですか。私のタイムラインもドワーっつってトイックの点が並ぶんですけども、意外でしたね。茂木さんのフォローしてる人たちにもいるのかな、それを上げてて、それをライクしてる人がいるのかな、多分。そういう風にしてて目に入るのかな。で、とりあえずは高得点おめでとう。その上で、そんなところに英語の効率は全くないです。僕はトイックのスコアを追い求める日本の英語学習文化は異様で、そこに費やされる膨大な社会的なリソースをもっと他のことに振り向けるべきだと考えます。トイック批判。ですね、僕がある人の英語力を知ろうと思ったら、その人と話しが必要ですね。送るような、その人が書いたものを読むでしょう。論文や本を読んでもらって、その感想を聞いたり、あるいはシアター教育で英語劇をやるのもいいかもしれません。ある人のトイックスコアには全く興味がありません。この世からトイックが消えたらいいと思うすごい過激な発言ですね。同感ですっていう人と、はぁみたいなね、ツッコミが来てる。それ言ったら他の試験だと同じだろうみたいな感じになってたりとか、いろいろあるんですが、まあ、茂木先生がトイックを批判してるのは、全然なんか新しいことでも何でもなくて、だいぶ前からあるわけですよ。調べてみたら、2012年に一回、ボーンとなんかね、火がついてるんですよね。トイックなんていらないみたいな発言があって、そんなことない、それは許せんみたいなね、こういろんな人が言った。まあ、自分の周りやっぱトイック関係者、トイッカーと呼ばれる人たち多いですから、そんなことないんだっていう風に戦いが起こった戦いが起こったかわかんないですけど、で、それが2013年にも起こってますね。見たら2013年にも同じように、またトイックはいらないんだ、トイックなんて必要ないっていう風に言って、トイック不要論がボーッとなった。で、その後2016年にもあったし、2019年だったか20年だったかにもありましたね。だから定期的に言ってらっしゃるので、別に今に始まったことではありません。で、まあその理由として、まあブログとかでも言ってるんですね。トイックっていうのはトリビアルな意味でのビジネスの現場に関するもの、だからその英文がつまらないと。まあそれは理解できますよ、全然。確かにあれ無味無臭とかっていう人もいるし、いわゆる大学入試とかTOEFLの方が様々な、まあ知恵が身につくとか教養が身につくっていうので、そっちの方がいいっていう人ももちろんいます。つまり英語としてつまらない、このような英文を学ぶために時間を使うのは無駄だと個人的には思うと。どうせ英語を学ぶなら映画とか文学とかコメディとか面白いテキストはいっぱいある。またこのようなテストを準拠として日本人が英語を学んでいると、結局二流以下の英語話者にしかならないと。二流以下か。本当の英語力は幅広い教養に裏打ちされたものだからであると。ビジネスの現場でも教養がない人はおそらくあまりまともに相手にされないと思う。何をもって英語力というかは難しいですね。僕自身は全然教養っていうのが英語力だと思わないので、なんとも難しいですね。だって教養のないネイティブスピーカーはじゃあ英語力がないってみなされちゃうのか、難しいですねそれは。まあ、ただそのなんか難しいレベルの単語を知ってるとかって言ったら、やっぱ教養は必要にはなってきちゃいはしますけどね。その概念を知らなかったら、そのね単語が表す概念のものを、まあ母語でも外国語でもいいんですけど、知らなかったら意味ないんで、それを英語力とするんだったら、まあ一応教養も入るかなと思います。教養がない人おそらくあまりまともに相手にされないと思う。それあなたの感想ですよねって。またひろゆきさんが、ひろゆきさんと戦ったら面白いなこれね。トイックができたからといってビジネス相手とのパーティーや会食などの現場、興味深い人だと思わせるような会話などできない、断言しましたね。ただまあまあパーティーとかはねよく言われますね。日本でいろいろと勉強してきて、自分の仕事に関することは言えるけど、週末のパーティーとかになると急に喋れなくなっちゃうっていう人はいることはいる。海外赴任した人の悩みのうちの一つですね。大きい。なぜ多くの日本企業はこのテストを参照しているのか私には分からない。壮大な無駄だと思う。私ならばその人と5分か10分話して英文を書かせて、文章を読ませて、議論すれば大体の英語力をつかもうとするだろう。それで十分だ。一人一人の人にはできないですよね。指標としてすごい大量の人数の英語力を測らなきゃいけないから、一人一人にそんなことやってる時間は企業には
ないし、それにお金使わなきゃいけなくなっちゃいますね。それだったらまあ TOEIC っていう指標で、しかも自分たちでみんなお金払って受けてくれますからね、まあ、それを指標にするっていうのは全然わからないことでもないし、変なことだとも思わないですね。一回一回話して書かせて読んできろっていうのはちょっと難しいと思います。 TOEIC のスコアは教養のある奥深い英語力を見る上でほとんど参考にならないと思う。私が企業の人事担当者だったら一切無視する。以上が私の個人的な見解です。もし TOEIC に意味があると考える方や実際に受けられた方のご感想ご意見などありましたらコメント欄にお願いいたします。受けたことはないんですね。じゃあもみさん、ツッコミ面白いですね。誰も TOEIC で教養を測ろうなんて思ってないんじゃないですかね。なるほど、確かに教養を測るテストではないですね。5分か10分英語で話して教養があるか理解するって、それこそ企業が採用する候補者に対して求めることなのかよくわかりません。教養があることがビジネスに通用することとイコールになってるのもよくわからない。厳しいですね皆さんね、批判も。TOEIC はそれまで英語に関心がなかった人を無理やり英語に引きずり込んだ功績が大きい。あ、褒められてるのかこれは。3年前に940点を取ってからは受験していなくて、好きな英字新聞を読んだり洋画を見たりして英語を学んでいるが、 TOEIC がなかったらここまで勉強したか疑問だな。英語の基礎力を身につけるには役立ったと思う。まあそうですね、やっぱよく言われるのは英語を学ぶモチベーションになる、まあ、インセンティブみたいなものになるっていうのはよく言われますよね。やっぱり日本人やっぱテスト気質テスト好きだよね。そのテストがないと動かないっていうところがあるから、テストとして受けることによって、まあ、英語に触れる機会だったりとかっていうのが増えたり、英語に興味を持ったりっていう、まあ、入り口として役立っているものはあると思います。もちろん全賛成ってわけじゃないですよ。自分が TOEIC 満点90回以上取ってるからといって全て賛成というわけではないし、無味無臭なものを永遠と読まされるっていうのは確かにわかる。架空の他人が架空の人に向けて書かれたEメールやテクストメッセージを覗き見してみて面白いと思うかって言われたら、確かにつまらないと思う人が大半だと思う。でしかもテスト対策がどんどん進んじゃってどんどん難しくなってる。まあ日本人の英語力が伸びたと思うだったら喜ばしいことですけど、どん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 長くなってる。どん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 長くなるってことは、どん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 文章を読む量が増えてって嫌になっちゃう。だ英語嫌いを生むっていうものにも加担しているとは思いますよ。辛いと思います。まあ、共通テストっていうのがまあ大学入試もあるわけですけど、あれも今読解しかないわけで、英語嫌いを生むのに加担してると思います実際。そういったものもあるし、あとビジネス英語って言うんですけど、ビジネスというよりはまあオフィス英語とよく言われたりするんですけど、ビジネスががっつり出るわけじゃなくて、まあアメリカとかで生活できるようにっていうやつです。ただ場面はたくさん、最近の TOEIC ではいろんな仕事の場面が出ます。今まで考えられなかったようなものも結構、農場とかもね結構出るようになってますから、様々な場面の表現が出るので、勉強にならないかって言ったらそんなことはないですね。勉強になることは多いです。毎回受けるたびに発見はあります。こんな表現あ知らなかったとか、あこれこういう時に使うんだっていう発見もあります。だから役立つものはあります。かなり役立つ、実生活で使えるものはたくさんあります。それは間違いない。ただ教養とかっていうのには確かに、まあまあビジネスの教養とかオフィスでの教養っていうのは身につくかもしれないけど、教養を求める試験ではない。そうじゃなくて向こうで生活できるかっていうのを測る試験なので、だから教養は通ってない試験ですから、不要っていうのもどうかなと思うんですけど、まあそういう意見があるのはわかります。わかるけれども、そもそもそういうものを通ってる試験ではないっていうのがまあ一番の反論ですかね。でそれにいっぱい労力を使って無駄にしてるんじゃないかっていうのは、まあ一理あると思います。英語ってものを全ての人がやる必要はないと自分自身も思ってますので、必修にする必要なんかないと思ってるんで、TOEIC も必修にする必要はないと思ってます。で、まあ大学で必修になってたりするところもありますけど結構。だ別にやらなくていいと思います。もう本当に苦痛でしょうがないんだったらやっぱりやる必要はないと思います。でも、それによってさっき出ていたようにモチベーションになるとか、英語を学ぶきっかけになるとかっていうんだったらいいじゃないって思います。で、あとはそれが楽しい人にとってはいいじゃないって思うんですけど、子供にほら野球なんかお前やってたって将来は野球選手になるわけでもないんだから無駄だとかね、サッカーやってたってお前サッカー選手になるわけじゃないんだから無駄だとかってね言うか、将棋やってる人に将棋なんかやってたってお前将来食べていくこともできないんだし無駄だっていうのか、まあそれと同じようにTOEICだって一種のスポーツだったりゲームとしてやってる人たちもいるわけ、趣味としてやってる人たちもいるわけですよ。こういう人たちをやめさせるとかっていうのはならないので、純粋に楽しんでる人たちからするとやっぱこの批判はね受け入れられないっていうふうに思うわけですよ。本当に純粋にTOEICを楽しんでる人たちはたくさんいます。TOEICが、心から楽しいって思える人は本当にいるわけで、やっぱ点数になるし、競い合うことができる。で、大人も子供も関係ない。
もう全国の人が一斉に戦うわけですからね。そりゃ楽しいわけですよ。だってサッカーだったら全国大会なんて行くことできない人がほとんどなわけじゃないですか。ほんの一握りしかいけない。野球でもそうですね。甲子園出れる人なんかほんのわずかです。でもトイックだったら全国大会ですよ、いきなり。しかも1位とか取れちゃったりするわけですよ。そりゃ戦いに挑みたくなるのはわかります。だからトフルとかだと難しすぎてもう嫌になっちゃうっていう人はいると思いますけど、トイックだったらまだ、自分でもっていう風にね思える人いっぱいいるので、だからその純粋にね楽しんでる人、まあ満点93回取ってるね菊池さんとかね、もう英語を純粋に好きで好きでっていう人なんかいるわけですから、まあその人たちからするとやっぱ茂木さんの意見は受け入れられないっていう感じだと思います。さあ皆さんはどう思われますか。どうなんですかね、茂木さん一回受けてみたらどうですか。俺と一緒にトリック受けてみないか。それでやってみてマジつまんねえ、マジ苦痛だってなったらそれはそれでいいと思いますよ。その意見だと思います。逆にハマっちゃうかもしれないですよ。ないかな。あれこうなの、こんな表現あるのみたいなね。面白い。あれこんななのみたいにね。いきなり変わったりしたら面白いかなと思います。ということで、まあ、トイックに教養を求めてもしょうがないんじゃないのっていうのがまず一個。実用を求めてるから。だからこそ大学受験に出てくるような難しい構文とか単語出てこなかったりするわけじゃないですか。幅が狭いですね、圧倒的に。でも、大学受験とかには出てこない教養の範囲、教養と言われるものの範囲には出てこない謎の実用表現ね。英和辞典に載ってないとかっていうのが出てきたりすることもあるわけじゃないですか。だからまあ、畑が違う。そして、まあ別にやりたくない人はやらなくていいと思うし、極力やらないでいけたらいいよね。っていうふうには自分自身は思いますけど、まあそれを大好きであるトイックが好きであるっていう人のね、まあ、受け続けるって感じです。まあ仕事でもあるので自分はまあトイックっていうものね、本書いたりとかコンテンツ作ってますので、まあまだ受け続けはするかなという感じになります。はい、皆様どう思いますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 見られるかなこの動画本人に。怖い。